ジオット・キャスピタ、ジオット・キャスピタ、ジオット・キャスピタとは、1988年に、服飾メーカーのワコールの出資で設立された会社、ジオットが企画し、レーシングコンストラクターのドームが開発、製作を行なった、スポーツカー、スーパーカーである。ジオット・デザイン・インクのチフデザイナーになった、立教大学経済学部卒業、アメリカ・ロサンジェルスのアートセンターを卒業後、GM、 オプル AG のデザイナーでもあった伊藤国久、クーニーハッサイトによってエクステリア、インテリアデザインともスタイリングデザインされた。公道を走る、海一マシンを歌い、斬新な空気力学と美しいデザインは、当時のスーパーカーのデザインをリードしたが、1990年代、初頭のバブル景気崩壊の影響を受けて、量産に至らなかった。 1986年、ドーム社長の林実、ワコール社長の塚本義方、富士重工業、スバルラリーチーム監督の高岡幸男という3人が銀座で酒を組み交わした際、林がコースターの裏に描いたスポーツカーの絵が計画の発端となる。林は塚本に資金提供、高岡にエンジン供給を依頼した。 ワコール創業者の塚本光一は当時林の学府であり、ワコールとドームはレース活動におけるスポンサーとチームという形で深いつながりがあった。当時、ワコールは事業拡大計画の一環として男性用ブランドを立ち上げ、アパレル AV 機器、化粧品、カメラなど各業種へのライセンスビジネスを展開しようとしていた。スポーツカーはそのイメージコアとして ブランド価値を高める目的を持つことになった。1988年1月にワコールスポーツカープロジェクトを発表。スバルとイタリアのモトーリー・モデルニが共同開発する、会一応3.5リッター水平対向中に、気筒エンジンを搭載することも決定した。同年夏に製造母体のジオット社、ワコール出資、デザイン担当のジオットデザイン、ドーム出資が設立され、 1989年春に最終デザインとキャスピタの名が決定する。社名はイタリアの画家ジョット・ディ・ボンドーネにちなんだもので、社名はイタリア語で驚きを表す、投げしから命名された。エンブレムは秘書長をインカ文明風にデザインしたもの。1988年、ジオットデザイン、ジオットデザインインクのチーフデザイナーになった。 立教大学経済学部、アメリカロサンゼルスのアートセンターを卒業後、GM、オプル AG のデザイナーでもあった、伊藤国久、クーニー発イトによって、エクステリア、インテリアデザインとも、スタイリングデザインでた。1989年の東京モーターショーで、公開される。1号車は1989年9月末に、完成し、松本刑事のドライブで、 シェイクダウンが行われた。10月の第28回東京モーターショーでは、スバルの展示ブースにて参考出品という形で発表され、1991年の市販開始を予定して、さらなる開発が続けられた。ドームマイナス例では市販化の壁となった運輸省への認可申請も、イギリスで生産する輸入車という形でクリアした。同時期に開発されていた。 ヤマハ発動機の X99 から11と共に、日本初の量産スーパーカーとして期待された。しかし、エンジン供給元のスバルは、カラ、コローニチームと組んで、海一へ参戦したものの、予備予選を一度も通過できないまま半年で撤退し、元売りモデルにとの提携を解消した。その結果、スバルは、キャスピタプロジェクトからも撤退し、 残されたワコールとドームは新たなパワーユニット探しを行わなければならなくなった。日産製の V6 ターボやホンダ製の F1 エンジンなど様々な検討が行われたが、結局はイギリスのレーシングエンジンビルダーであるエンジンディベロップメント製の F1 オージャット V10 エンジンが得れた。もともと水平対向エンジンを搭載するよう開発されていた車体に、 V 型エンジンを搭載することになったため、設計変更を余儀なくされた。また、ボディデザインも市販化に向けて一部修正された。二号車は1992年夏に完成し、イギリスの行動でテスト走行が重ねられた。1993年7月には、日本のナンバープレートを取得した状態で再公開されたが、 同時に、ドームから市販化の予定がないことがアウンスされた。すでに日本のバブル景気は崩壊しており、高級スポーツカーを少量生産して採算が取れるような状況ではなくなっていた。1989年に公開されたスバール、元売りモデル2世、会12エンジン搭載車は、石川県小松市にある、日本自動車博物館内で保存、展示されている。林の談話によれば、 スバルの強い要望によりしぶしぶ実車を渡したところ、気がついたら博物館に寄贈されていたという。ジャット v 1 0エンジンを搭載した2号車は、滋賀県米原市にあるドームの風洞設、風流車内の倉庫に保管されている。1994年には、ジオットキャスピタ世界でたった1台の車が走った、日というイメージ CD が、日本コロンビアから発売された、バン。 国家マイナス1万1864。プレイステーション2用テレビゲームソフト、アウトモデルスタでは前述した風流車に保管されている仕様が登場した。車体は当時市販スポーツカーとしては前例のなかったカーボンコンポジットモノコック。ドームはグループ C のトヨタ 88CV で三菱オ4の協力によりカーボンモノコックを製作した実績を持っていた。 単体重量は 85kg。サスペンションは、初和製の減衰力可変ダンパーを装備し、最低地上高を、レース時には 70mm、一般路側行事には 130mm に切り替え、可能。ブレーキは、ブレンボ製のレーシングタイプ。スタイリングとデザインは、ジオットデザインが担当し、チーフデザイナーの伊藤国久が、エクステリアデザインとインテリアデザインを担当した。 ドアは跳ね上げ式、ガルーウィングで、昇降式、ドアミラーが、ドア内部に格納される。空力設計はドームが、グループ C で培ってきたノウハウをつぎ込み、フロントノーズ下の可動式、スポイラー、リアデッキの昇降式スポイラー、床下のグラウンドエフェクトなどによって、車体全体でダウンホースを発生する。ドームは当初、グループ C 側ーーへの転用を考えており、 リアウィングを備えるクレーモデルも試作された。エンジンは、スバルが開発中だった 3300cc の水平対向6気筒ユニットをチューンする予定だったが、スバルはイタリアの元オリモデルにと提携し、海地参戦に向けて 3497cc の部位があった180度12気筒エンジン DOHC60 バルブを共同開発する方針に転換した。 このエンジンのルーツは、カルロキティが1972年に、アルファロメオ 33TT12 用に設計しもの、高潮 600PS 以上を高度走行用に 450PS 以上にデチューンし、ミッドシップに搭載する。最大トルクは 37.0KGM、6000RPM。ギアボックスは、トラクションプロダクツ、ワイズマンと共同開発した横置き6速 MT。 ホイールは、レーズ製のアルミホイール。タイヤは、日本ダンロップ製の専用タイヤ SP スポーツ D40M2 を履く。二号車用のエンジンは、から、スクーデリアイタリア、ダラーラに供給されていた、ジャット GV3497cc、72度、V10、DOHC50 バルブ。これを最大出力 585PS、1750rpm。 最大トルク 39.2kgm 1500rpm にデチューンして搭載した。車体側ではモノコック後部やリアサスペンション取り付け位置、ギアボックスに仕様変更が施された。横幅の広い水平対向エンジンに比べると V 型エンジンを搭載する方がディフューザーの空間補ではメリットがあった。スタイリングも生産性や 当時の保安基準に合わせてリデザインが施された。ドアミラーは固定式になり、フロントの可動式スポイラーや二灯、プロジェクターランプは廃止された。また、リアカウルの分割ラインも変更されている。ボディカラーは1号車のシルバーに対し、2号車はクリーム色に塗られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。